私たちの国は今、国難に直面しています。長引く新型コロナウイルスとの戦いに国民は疲弊し、政治の根幹である国民の信頼は大きく崩れてしまいました。私は一日も早く日常に近い社会経済活動を取り戻すための対策を進めます。新自由主義を転換させ、新しい日本型の資本主義を構築し、格差にしっかりと向き合い、所得を引き上げてまいります。また我が国の安全保障環境も厳しさを増しています。日本の自由と民主主義を絶対に守り抜き、国民の命と暮らしを守る外交安全保障政策を進めてまいります。もちろん私一人では実現することはできません。しかし私には素晴らしい仲間がいます。自民党は人材の宝庫です。全員で力を合わせ、寛容で丁寧な政治を実現してまいります。国民の皆様と力を合わせて、必ずや国民が一体感を実感できる社会、日本の未来を作ってまいります。私は国民に寄り添い、共に前進をしていくリーダーとして、皆様の先頭に立つ覚悟です。共に力を合わせて、この国難を乗り越えていきましょう。